最近何見ました？映画とか。映画結構見てるよ。なんだっけ、昼ドラの。昼ドラ？マジで。砂時計。砂時計？砂時計見に行ったんだ。映画？映画の砂時計。映画化します。あ、そうなの。全然知らない。あれ俺、大変テレビ版も大して知らないし、映画化になったのも知らない。どうらしいの、ま、アニメか、アニメじゃない、漫画化で。アニメ化もした？してないか。いや、知らない。もう完全俺それ知らないです。いや、俺は、まあ、俺も、意外にそんな面白いことない。あ、そうっす。それ映画化して、うまいこと言ったのかな。砂時計人気あるよね。もうドラマとかすごいよ。あはあ、ドラマの人気とか。たぶん、ピークだ 30% くらい超えたんだよね。嘘極端より上じゃないすごい、みんな見てるよ。そう。ヒルドラの中では優等生です。あ、そんな良かったんだ。もう。最高っすね。いや、まそうっす、全く見てないもん。その砂時計視聴率 30% って書いておけば、みんな何だろうと思ってクイッてする。え、だって知ってる人誰も出てなくないですか？知ってる人出て。え、キャスト見てなんかもう全くわかんなかったってのはちょっと覚えてんだけど。うん。いや、みんなあれだよ、仮面ライダーだよ。元。それドラマの方だけどね。ドラマのほとんど仮面ライダーでしょ、あれ。そうなの、ね、うん。え、俺、てか映画版とドラマ版って違うの？人が。違うんだよ。あ、そうなの、ね、うん。それがまずすごいね。だから演技力がちょっと上手くなってるんだよ。いや、ドラマにすごいから演技力が。ああ。すごいよね。あ、そう。うん。多分あれ相当俺にやらせろって出たと思うよ。ああ。じゃあ映画版は多少は、パワーアップしてんの？その、キャストは。キャストをパワーアップしてんの？知名度みたいな。うん。俺本当に、あ、そう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 、え、詳しいな。あ、そう。やっとわかりましたよ。あ、そうそうそう。あ、はいはいはい。松下奈緒の砂時計は、てかあれはドラマだったんだ。元は昼ドラマ。てか俺その、その昼ドラマが砂時計ってタイトルだったのも知らないから。あ、そうなの、ね。だからそれと、あの松下奈緒のが繋がらなかった。そもそも。あ、はいはいはい。あれ面白かったよ。面白かったっていうか、その、すごいじゃないですか。さっき話したことない。どれかっこんでも、悪いことならやめてほしいんだけど。わかってる？うちらだっていけてると思ってないからね。思ってない。それは思ってないよ。思ってないけど、メイキングだもの、そもそも。調子に乗ってやってるわけじゃないよ。調子には乗ってない。うん、ただ、断じて。うん。誰よりも、修行ですよ。そうそう。早くはやってるけど。そんな誰よりもってことじゃないぞ。うん。俺らより早い人は早い。これは、あくまでも夏の24時間、XTV、あ、そもそもこれ XTV ってタイトルなんですよ。ああ、そうか。一応。SRTV は、3年前ぐらいにやってたやつだから。うん。あれから名前を変えたんだよ。今 XTV でやろうとしてますから。で、うん、その夏に向けた24時間 XTV の、あくまでメイキングつうか、練習っていうか、うん、まあそう、会議みたいなもんですよね。すごい、この人見て、ちゃんと見ててくれてんなら、あの、出てってもらえないかな。あ、かわいそうだから、この後別になんもないよっていう。うん、そう、面白いと思う。面白い角度が全くないから。うち、ん、慣れんのどっちかって今食事の話だよ。まあ、ね、あれかな、砂時計で入ってるじゃん。砂時計で食いつかねえよ。すごい、なんていうか、身内にこんな説明すんのはめんどくさいんですけど、もともとスタジオ料亭だったんですよ、うちらは。うん、うちらっていうかまあ、うん。で、その渋谷のギャラリーで、うん、エクスカリバっていう展覧会をやったんですよ。うん、ありがとうございます。
で、エクスカリバっていう展覧会をやったのを機に、エクスカリバっていうサークル名に改名したんですよ。そうなの？そうなんですよ。え、そんなんでも俺初耳だよ。まあ、確かに言ってなかったかもしれないけど、確かに、まさかこんな説明する必要があるとは思って。え、なんで知ってたの？なかったけど。え、知ってたの？知らないよね。忘れたよね。あの、吉明くんだけはちゃんと俺のサイトをチェックしてくれてるから。俺のサイトさえ見てくれてないから、その、末蔵も、吉明さんも。いや、だから、もう今スタジオ両店じゃないんですよ。そもそも。もう2年ぐらい経ちますけど。エクスカリバーでやってるんですよ、今。そうなんね、で、エクスカリバの EX と TV で XTV なんですよ、今。あ、それ俺が名古屋に帰った時に、なんか、親父と会った瞬間に、どうやこれって言われて。ちょっと映してあげる。苦笑い。あー、でも、つんねえだろ、こんなの。わかんのかな、これ。今ほら、客が入ってるから、手立てて笑ってる外人だから。絶対わかんないでしょ。これ、ピックが3つ繋がってるんですよ。こんな解像度じゃ絶対わかんないと思うんだけど。まあ、3つ繋がってんですよ、これ。で、なんか知んないけど、久しぶりに、うちの親父と会ったら、なんか、これどうやって言われて、なんか、すごい、なんだろう、意気揚々とした顔で。芸術的だ。あ、もう一人増えてる。あとはね、そうしたらびっくりする。いや、もう一人がすぐ消えるんだよ。頭下げた。見慣れてる、見慣れてる。あの人はかっこめる人？いや、かっこめないね。名前？いや、名前あるだけはアカウントなんだ。緑色になってる人は、かっこめる。あ、違う。あ、ごめん。アカウント持ってたらかっこめるわ。だからみんなかっこめるわ。あーありがとう、言わないと。大事さんありがとう、わかります。あ、なんでも頭下げて。ありがとう、わかります。あんまり、まめっちゃできる。なんでだろう、なんでもう一人が消えないのかがわからないよ。話しかけてみるみたいです。いや、さっき話しかけて。チャットしますね。いや、いいよ。でもチャットといえば荒井くんなんだけど。チャット担当。英語が得意な。そうそう。でも、これ多分、書き込んで向こうに送ったら、向こうもそれはルール違反だよって思い返さないよ。これ書き込んだら負けみたいなゲームになってます。そう、うん。それやっちゃダメだよっていう。いやまあ、だからその3つのピックをなんか持ってきて、うん、で、それで止まるならまだいいんですけど、うちの親父がすごいのは、それを持って岐阜のピック工場に売り込みに行ったらしいんですよ。あれを。なんか、外国人がなんかやってるらしいのね。そのピックを重ねて。でも日本じゃまだいないから、これはいけるっつって。あれがなければ、あ、あれを使えばエフェクターいらんって言ってました。でももう今、鳴らしてもらってる限りはエフェクターいると思う。何が違うのかわかんない。